あれなんだかサイズが。あれ。いや、あ、オッケーです。いいですよ。うんうん、ビーチキャッスルのカリ。はい さあということで始まりました「ピーチキャッスルのラジオ」「仮」のお時間です、はいはい、このラジオは毎週水曜日の夜の7時から8時まで1時間楽しくお送りする番組です、はい、お相手はピーチキャッスル毎週のショートピーチキャッスルの非常に寒い思いをしてるこのままだと投資するんじゃないかと思っているピーチキャッスルバルでーすはいよろしくお願いしますいやーもう年末ですよ年末はいはいはいいろいろなところでね忘年会がもう繰り広げられてますけれども <laughs> はいはいいいですね忘年会 って年を忘れる会と書いて忘年会ですけれどもなんだうまいこと言いようすんな <laughs> いや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 そんなつもりはないけども <laughs> ノープう忘年会行<え>ってる忘年会あのー、僕に忘年会っていう概念はないのかなと思いましたけれどもええなんでなんでいやなんかあんまり誘われないんでえそう <laughs> なの今年ねあ今年なんかめちゃくちゃなんか遅いなと思ってたら、うん 今日から途方もないぐらい増えましたけどね <laughs> スパートかけてきたはい忘年会がスパートをかけてきたはいはいあら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 ら,ら,ら,らだって1日に23件あるでしょあるなあ<ー>びっくりするわびっくりするよなうん本当にびっくりするわうんもうねいろいろな会社の人とか,なんかスーツの人とかもねいろいろいるとは思うけどまあ忘年会お酒大好きだからなピーチキャッスルはいやいやいや,お, <酒 S 1> いやお前だろ異常に好きなのは いや,いやまあまあ好きは好きだけどもねああもうビールとかがめちゃくちゃもう合うご飯屋さんに行ったら嬉しいなと思うんだけどなんかビールとか合うご飯屋さんとか行ったら嬉しいんだろうないやなんかあのー、最近行ったってあのあれあれっちよ何？の<り>唐揚げ屋さんああ<ー>めっちゃ美味しくなかったああうまかったねあれめちゃくちゃ俺感動したんだけどひな鳥となんだっけあ親鳥あ親鳥そう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  あんなに変わるんだなと思ったやつさ。まあね。肉の質とか、味とかも。確かに。ひな鳥がなんだっけ、あの、柔らかくて、え、美味しい。で、親鳥が、ちょっと、歯ごたえあるけど、ジューシー的な感じめっちゃ感動したやつさ。チキンの話はすんなもん。いや、那覇はよ、本当にいいところだと思う。ああ、分かってきた。あのよ、お店がまず多い、やっぱり。ああ、そう。で、なんかちゃんと、要は、その、唐揚げだったか、チキンだったらチキンのお店。 で、串揚げだったら串揚げのお店ああ焼き鳥だったら焼き鳥のお店ああチューブにはないこれは FM ノワ湾 <laughs> まあまあまあ,まあ、まあ、ギノワ湾の話をせえ儀乃湾なノワ湾にもなんかそういうギノワ湾の若い子たちはどこで飲むんですかねどこで飲むんだろうなあ,あれじゃん<何>ええー、あれだフレックスフレックス <laughs> あっち、ハンビーのレゲエのやつ、ハンビーギノワンじゃないから、ギノワンだっらあれじゃない、あのー、ピータイム、ピータイムはもうどこ、パチンコ屋さんがあそこで飲むわけ、飲まないでしょ、そこは。いや、あれじゃない、だから、ただ、大山海塚、飲まない、あそこは。 そっかそっかじゃなくていや俺のも聞いてあっちじゃないあの亀仙人とかはっえ分からん亀仙人とかじゃないのああ<ー>とかあ,、ね、あのー、ラウンドワンの近くの、えー、ごまいちごだとかあ,<ー>あの辺によく集中してるんじゃないんですかーえー、そうなのこの FM 機能案があるところにはなんか結構隠れ家的な居酒屋とかってあるんですか下のバーとか下のバー <laughs> FM 機能ってバーに挟まれてるんですねあれそば屋さんじゃないですかそば屋,屋の隣あるんですねバーに挟まれてるんだそういうことです初めて知った、えー、まあなあちなみに今ね、うん、あのー、この <laughs> スタッフの人は忘年会今何件目ですかあ今年今はいはい マイク、ごめんなさい。別のスタッフは忘年会行ってる。えっいや、ちょっと待って。なんか聞いちゃいけないことを聞いただから今、スタッフ一人しかいないです。やば電話ずっと鳴ってましたよ。誰も取る人に。いな忘年会してるってこと。局長も。え、いつもいる女性スタッフも。 ツイキャス見てるだろうな。ううはい、<laughs> 忘年会中に。他のスタッフさんは <laughs>。見てるかなあ。あ、じゃあこの今日ラジオの仕事が終わったら、じゃあ後から合流という形ですか <laughs> ただ僕12時までなので。やば。<laughs> 何時まで忘年会してるんですか <laughs> いや、でも9時、10時とかじゃないかな。そんな長くはやらないんじゃないかな。ああ<ー>。いや、確かにそうっすよね。だって、はい、あのー、忘年会ってなんか途中から入ってくると、 みんなとテンション違うからどういう感じなのかちょっと探る時間なの <あー S 1>、うん、飲み会とかってなんか遅れていったりするとめちゃくちゃ酔っ払って盛り上がってるメンバーの中に急に何ていうのもう本当に飲む先が入ってきる。ひょこんとこれ,これどういった感じなのかなってトークとかもちょっと遅れたりするからあれはちょっと嫌いやいやですよね、うん。まあわかるなその気持ちは、うん、でもどう お前何か,かそういうの得意っぽいけどやあ急に遅れて入ってきてもってこと <laughs> そうそうそう,そうああお前ちょっと確かにすぐ何か適応っていうか馴染んで馴染んで的なのはあるな、うん、俺こういうのちょっと苦手だからあーお前めっちゃ苦手そういやめっちゃ苦手だわお前 <laughs> お前だってあ遅れてすいませんって乾杯した時、うん、乾杯した時からに最低20分ぐらいちょっと黙ってるよなまあね あの時はなんだば一応変なしてるってことそうです <laughs> 意外にあれだよな <laughs> あの心臓ちょっとちっちゃい時あるよないやそんなことないよお前いやなんか見てるんだよんこいつがどういうことをするのかとか <laughs> そうなの <laughs> はいそうですよそうなんだ <laughs> はいえー、ということでツイート

映像見てくれてればいいな。まあ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 、確かにね、このシーズンとこの時間帯はもう忘年会もすごい楽しい。時間帯ですから。だっ怖くない。俺那覇で飲むことあんまりないさ。はいはい。今のところ。え三泊四日。やば。マジ?。三泊四日。やばいんじゃんば。え今日も忘年会。ああ、マジ、終わってから。ああ、まあ、那覇で。私もそうですよ。そうそう、三泊四日。そうそうそう。 ええ、ずっと同じ服。あ、マジうん。T シャツはだから、替えで一枚、あの、常にカバンには入れてるわけよ。<う>ええ、ズボンずっと一緒。ああ、まあ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 。そう、あれうんじゃないいや、もう、嫌だ。一回でいいから、お家に戻って、着替えだけでいいから、取りたいやつさ。<laughs> ああ<ー>。3泊4日、那覇に。 でずーっと同期の芸人の,あの利根川ホップキンスの岩田っていう人がいるんだけど、はい、岩田のおうちに泊まってる場ででもうあれなんかおうちょほんの少しだけ<う>汚れてる場で<う>まあ岩田がちょっと片付けができないっていうのがあるんだけど畳で畳絨毯で寝てるわけよ<う>絨毯で寝て朝起きるやし T シャツの後ろがデージ黄色くなってたんですよえーえー、やだ本当に いやバックの音楽に乗り始めたよバ原さんがバックミュージックに乗り始めたよ懐かしいね懐かしいいいいいめっちゃいいめっちゃいい音黄色く黄色くなるわけ黄色くなってで今日も岩田のうちに泊まるわけよえマジで言ってるそう大丈夫だわ岩田はそれ岩田は別に大丈夫で岩田も岩田もだから忘年会とかで飲みに行ったりとかしてるからあいつも帰ってくるの遅い 遅かったりすれば12時とか1時とかに来たら忘年会で一応飲み食いしてるやしでお腹多分いっぱいさあいつ食うからねはおなんかお腹すいたな毎週どうする近くのラーメン屋さん行くっていやいやいやいかん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 ってずーっとめっちゃ食うよあいつお菓子も永遠に食ってる で2人でなんかこのお笑いの話だとかなんかこう最近こんなこんなだなとか言ってまあ、ちょっと軽くビール12杯ぐらい飲むんだけど同期の岩田とそうそうそう途中で何かあいつも火つくんだ<う>よーしとか言って急にう <laughs> T シャツ脱ぎ出して<う>朝まで飲むぞーやばいや岩田明日俺早いから朝まで飲まんよ<う>そしたらずっと「はあ、なんでそんなこと言うのほ、はあ、っていう変なキャラを40分ひたすらやってくれや,やだー。 あのノリいやだなあのノリをもう永遠とやろあいつはやばまあでも悪いやつではないしもうもう面白いんだけども、うん、恐ろしいな芸人の夜のノリだけはそうそうそうあの夜中のテンションと あのノリはもうめちゃくちゃ怖いですからね。あまあ楽しい部分もありますけれども。<laughs> さあということでこのラジオではですね、はい、メッセージを募集しております。はい、メールアドレスが 797@fmgino.com、はい、797@ マーク全部小文字で fmgino wan.com となっております。はい。そして、えー、ツイキャスで動画も配信しております。たくさんのコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします、はい。お願いします。はい。全力トークのコーナーはどうしますか、はい、テーマはテーマですかはい。M1。M1。M1 ということで、はい、じゃあ番組後半の、えー、全力トークのコーナーは M1 ということで、はい よろししくお願いいたます皆さん漫才好きですか見るの好きですか見ましたかということでどういう漫才が好きですかということでじゃあ「全力トーク」は「m 1でいきたいと思いますさあじゃあ曲を1曲おかけしたいんですけれどもはいはいはいかはいはいんか最近私ばっかりリクエストしてて悪いなっていういや全然全然いいですよいいですよ もう君が流したい曲を <laughs> この FM ギノワンのピーチキャッストの借りを聴いてるリスナーさんにもうああじゃぶつけますよ、はい、じゃあねえー、じゃあちょっとね失礼して、えー、それでは1曲お聴きください、はい、サチモスで StayTune ああ,何々あ,あそういうことねびっくりした今びっくりした今 <laughs> 死にないですって <laughs> <laughs> さあ始まりましたよ 乗ってるよー。サチモス勇気が歌ってるよー。<laughs> 全然キーが違う。いや、無理無理。<ー><ス>

そういう振り付けなのか、小刻みに揺れてるけど。

だい。<coughs>

ララララトンケラララララウメギパギハッピーララララさあということで引き続きピーチキャスのカリお楽しみくださいお前あれだなあのオンチやんにちょちょちょチュ 音痴といいううかなんていうの一応怖いのがだようん歌いだしてから、うん、閲覧数が減った <laughs> 怖もう俺何の歌を歌ってるかも分からなかったけどあのさっき流してた曲があるさサチモスの「ステイチューン」そう,そうそうそう <laughs> もうずーっと歌ってたやし、うん、でもう一箇所サビかなんか分からんけどそれはめっちゃ似てたやつさえっていうところの <laughs> サイチューリンフォーレンファーレーロンだろまあ多分かもしれんけどんもう高音域はもう無理だろ高い声はもう出せんだろもうあっ <ー S 1> <laughs> く言えばいいってこと低くがいいのさサイチューリンフォーレンファーレンあっあまあまあまあぐらいとか <laughs> もう高音域もすごかったね俺もコウモリの超音パカなと思ったの、ね、に 全部ピキピキってたとえツッコミがずれててピンとこないようそんなずれてるいや分からんけどなんか普通だなと違いますって今度から言えばさまあまあ違います違いますバシーンといいですいいですねはいさあということで全力どころコーナー行くにはちょっと早いですよねそうなんですかまあいつもなんか30分ぐらいからやってませんか行きますでもどうせ長くなりますから長くなりますかまあでもあのだって 曲自体が忘年会してるんだから <laughs> いやいやいやお前やまあまあ、まあ、そりゃそう忘年会俺のも行きたかったのにまあまあ確かになあじゃスタッフさんはこれどうやって決めたんですかね <laughs> スタッフ細胞違う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 ,違う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 スタッフ細胞じゃないスタッフ細胞じゃないじゃあ今日はここまたせてじゃあじゃ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 ないだけってさ、うん、冷たいね面白くしてくれよ面白くない僕今な,な それが足りない俺が今もう本当腕がないやつさじゃあ微妙だなと思った面白くしないとわかるわかるだその腕が今もう足りてないと思う本当に本当に思うばってだから最近イライラして俺壁とか普通に殴るからいいさもうダーンって何回今の返しはって自分に言っち何回今の返しは面白くないじゃあ思いあじゃあ突っ込もうってしなければそれでどうにか面白くしようとすれば自分であなるほど 乗ってみたととかってこ乗って、まあ乗る以外何をしたら面白くなるかなって思ったらああじゃあ一回やってみるおうおうおうんかわかっちゃいちょっと分かんなんかああって感じしないそうそうそううんやってみるじゃあちょっとスタッフさんが何とかって言ってスタッフさんは今日忘年会じゃないですかあスタッフ細胞がおいスタッフ細胞とは違うだろうかおいおいちょちょお前作りすぎたらそれは。 いや分かる、俺は楽しいかなと思って、ああ、なるほどね、じゃこれがじゃあ、どんどんやっていくんだ面白くしようとすればいいんじゃな自分なりに、自分なりな、自分も楽しめてて、で、なんか変だなと思ったら最後に、いや、なんだろそれは、みたいな、ってればいいんじゃないああ、はい、あおもしろくしようとしてればいいんじゃないなんか変な時は。うんうん。 いや変な時は面白くしようと頑張るってほしいじゃあ俺のボケで受けてればそれで OK 受けてない場合お前が面白くしてくれ OK 分、うん、<laughs> かった分かったいやいやそれだそれだそれがもうコンビの助け合いというかその積み重ねだと思うからで、うん、この、あのー、スタッフさんは <laughs> 今日の,あの忘年会をなんか9時間なんかで弾いたんですかまあ 通常どおり僕は夜だからっていう。<laughs> <ばっ S 2> 冷静。<laughs> 冷静。冷静なやつが帰ってきた。なんで今日なんだっていう感じにならなかったのかなと思いましたけど。<静> <laughs> <laughs> なんで今日なんだとならなかったんだ。<あー S 1> <laughs> そういうことね。まあまあまあ。じゃあいきますか。じゃあ、全力トークのコーナーにいきたいと思います。<はい S 1> 全力トーク さあということで全力トークのお時間ですこのコーナーはですね、はい、テーマを設けましてそのテーマに沿って全力でトークしていこうというコーナーですはい、えー、今回のテーマはですね番組冒頭にも言いました、はい、1> m 1ということで m、はい。1>, m 1にまつわることを全力トークしていきたいと思いますはいさあ m 1グランプリ、うんうん、漫才の、はい、日本一、はい、いや世界一と言ってもいい大会ですよ もう今は、ええ12月28日ですから、年末終わりまして、終わった来年の、うん !6 月7月ぐらいからは、m がもう1回戦がザーンと始まりますからね。はい。総エントリー数はどのぐらいなんですかねもう4000。4000、ぐらい。三4000近い。4000近い。はい。組数が。うわーそして決勝に行けるのが、八組。8組。キングオブコントもそうですからね。 まあ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 ままああ確かにねいろいろコンテストが m 1に向けてやりますけどキングオブコントも受けるんですか受ける受ける受けるよるよあどうするいやだから受けてじゃあキングオブコント決勝毎日狙いますけどはいはいはい最低じゃ準決勝いけなかった場合はいどうしますじゃあえコンテスト準決勝いけなかったらってことうん どうするかってことは停止怖い。怖いもうとんでもないことをするってこといや、だから、準決勝に行くまでに、決勝に行くまでに何をするか。決勝に行くまでに何をするかってこと何かを我慢する。いや、いいよそれは。それはいい。ついさっき、もうこれは。 <laughs> <laughs> 我慢するとかはいい <laughs> 無理はしない <laughs> <laughs> 無理はしないやば無理はしないそんな風邪つけたらそれがストレスになるよ多分面白い発想できなくなると思うよ本<当>爪めっちゃ噛み出すと思うよ <laughs> やりたいやりたいあれやりたいあれやりたいあれやりたい,い,い,りたいどうしようどうしようって <laughs> だからあれは何何キングオブコントの準決勝までまで,までな ままだだはいもう車使わないとかおっしゃ手芸いいなそれああ車使わない、うん、営業仕事の間も車使わないってことそうですすべてな、ね、いチャリうんそうだね多分だよ足鬼パンパンになると思うよ <laughs> 競輪選手並みに <laughs> 車使わない <laughs> 車使わないああ怖いな無理さえ自転車買うってことじゃ年明けてピーチキャッツするわそうそう1台ずつあれはじゃあ何分からんけど分からん何何何何て言うの何何例えば何何を肉食べない ああ断食的な要素を加えるってことまあまあまあそうです自分の一番好きなものをつってことうんでも肉ぐらいだったらいけそうだけどなマジでだって魚あるし、うん、ご飯あるし野菜もあるからなるほどねなるほどね、うん、<あ>じゃあ逆にじゃあ予選まで<ー>予選まで一生懸命頑張るって意味合いを込めてうんうん NG うわ厳しい汁物厳しいあそれからは水飲まないいや待ってけ体に影響めっちゃ出ないかそれいや,いやだからジュースとかは OK よそえー、だお茶と水ダメお茶と水ダメだめ。定時<メ><メ>カラッカラする時あると思ういや予選までよいや予選って言ってるだからあ半年ぐらいはあるようんなんか半年間だけじゃん 半年水とお茶を抜くってことそう。これは、得はしないです <laughs> 得は。あの、それで、なおかつ、あの、向上心が出るかどうかって言ったら、分からんわけよ。なんか、水とお茶を抜いたとて。あ、あれは何何 ?1 日100円。う100円、うん。 この2人で出し合って募金っ、うん、ていうか貯金する場合ってうん、うん、キングオブコントの1回戦、2回戦、3回戦、まあ、準決勝までいけなかった場合、うん、その貯金箱を募金する <laughs> 戻ってこない戻ってこないよ <laughs> だってえっ、何のための積み立てなのこれだからお金が戻ってほしいだろ欲しい欲しい確かに欲しい。 俺らだよ毎日100円貯金する金もないかもしれないしないといけない絶対それもう絶対に、うん、じゃああの銀色のガッチガチの貯金箱を買うっうそうそうそう半年間毎日、うん、毎日100円、うん、なんかあのー、リスナーさんから募集とか欲しいですけどねああこんなのどうですかってこと、うんうん、この予選までに<う>ピーチキャスにこれやってほしいってことそう、うん、あじゃ逆になんかこうやる っていうのはまあめちゃいい案だと思うわて、うん、苦手なものを克服するっていうのはどうどういうこと一日絶対野菜食うえサラダやばえそれえどういうこといやそしたら要はキングオブコントコンテストの間、うん、野菜を食うことによって体内も一応綺麗になりそうですいつやめて言えばそれは予選ああなるほどねまでお前はよじゃん筋トレいやいやいやお前嫌じゃないさそれ いいやいやきついよ筋トレも毎日腕立て伏せ200回とか毎日でよクリスティアノ・ロナウドと漫才するわけ俺 <laughs> <laughs> 俺あんなムキムキになるなる可能性あるだろあるかもしれないだからもういいやし何か,かつくやしこうガッって迫力とかもでお前はもう野菜食べれるようになって<ー>体も綺麗になるっていう マジかよだ,だってさすがにお前が野菜嫌いで食えないっていうのは分かるから鬼ではないさまあね一日玉ねぎ1個食えって言ったらさすがにそれは鬼よああまあねオニオンだけにな何それな何それいやいやいや鬼を<よ>ぶち殺す <laughs> いやいやいやデジ怖いちょっとなんかダジャレチックにポケたらぶち殺されれば俺怖デジ怖い牢屋に閉じ込められてるで俺もう <laughs> あれはじゃんなに あちょっとねだからキングオブコントの予選まで予選まで那覇とまあ儀乃湾あっ那覇とタン以外行けないきつ仕事は OK よだって麦のワンとかのみたいな営業とかも OK ですプライベートで行けないもうン炭、儀ワ湾、那覇しか行けないわけじゃあ儀湾もだめプライベートは ダメダメ。通るのはオッケー、別に。おぉ停滞はダメ。停滞はダメ。えー、キングタコスとかタコス屋さんちょっと食べたいなぁとか思っても。食べれません。食べれない。予選まで。<laughs> きつっじゃあ何を我慢するかっすかええー、めっちゃきついです、それ。プライベートで寄れないってこと昨日はもう。まあそうっすよ。美味しいラーメン屋さんとかもあるよ。はい。 もうよよれません焼肉屋さんとかもあるよもうよれません全部怖いや怖じゃないよやんてかそもそもお前那覇から出れんさじゃ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 出るさ出る時あるさいやいや多分出ないさじゃ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 出るよなんで俺だけなんかそういうことをさせないこうすんのなんか出る時あるしで足ないさじゃ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 あるし <laughs> いやある時もあるし <laughs> ある時もあるかもしれんけど基本俺お前が那覇から出てるイメージがないやつじゃあ出てるわ本当か、うん、いかんさなんかそういうアミューズメント施設とだとかいや行くよ行くうん、だ予選までの間ですからいやまあまあまあじゃあ昨日はじゃあ北谷と那覇以外はもうどこにも行くことできないってことそう まあでもなんかねまあそれはもうなんかちょっと垂れてきました、うん、こし話うは, <laughs> はいまあまあ垂れてありますだから皆さんのね、うん、好きなあのー、コントだったりうんうんうんまあ漫才だったりとかとかもあるし、はい、まあ m 1っていうのはだから漫才のあのー、日本一だから1位を決めるから m 1やし、はい、1> だからおのおのなんかこだわりの何々ワンとか作ってもいいと思うけどなああ 俺がちょっと今、ふと思ったのは、はいはい、あの K1 っていうのをやりたくて。K1 どういうことあの格闘技じゃなくて、お<う>カツラワングランプリっていう。はあのー、はい、衣装とか小道具とかでいろいろなカツラがあるさ。おあるあるそれをかぶって、誰が一番笑いがでるかっていう。ああ<ー>、いいね。なんか面白そうやね。面白そう。 なんか要は、えーお前えー、トーマルもカツラをかぶるで、うん、俺もカツラをかぶるけど二人の間になんか、えー、カーテンかなんかをやってカツラ装着 OK したら「用意初めて」ってシャッって入ってまあにらめっこみたいなもんあーなるほどねどっちが笑うか笑わないかっていうのをなんかやっても面白そうだなと思ってカツラワングランプリ、うん、1> k 1 K−1 グランプリ,グランプリいいねまあちょっといろいろなのと被ってはいるけどまあ年末にもう格闘技がやるからそれに引っ張られるけどうんカツラワングランプリ的な,なんかライブとかそういうのも面白そうだなと思ってああなるほどねメイクも OK よだからちょっと足すとかも全然 OK だけどああなるほどそうそうそう、うん、これでなんかできないかなと思ってもうめ,めちゃくちゃふざけたライブになるかもしれないけどうん面白そうだ漫才の話じゃん今は <laughs> カツラワングランプリの話はしてねいやいやいやだあんとしてさこういうまるまるワングランプリもあるよっていうまあまあまあうん。まあまあじゃあお前じゃ何かその「何々ワン」って言ったらなんこんなのやりたいとかなんかそういうのなんかないわ m ワ1じゃんだから <laughs> 俺参加したいのは <laughs> い<や>な何々ワンとかにすんのいや m ワ1はするよ 参加するけども、うん、もしなんかこういうまるワングランプリがあるんだったらこういうのやりたいなーってなんかないわけまあなんだろうねちょっとは考えてくれ <laughs> 頼むからちょっとは考えてくれちょ,っとちょっとは <laughs> ちょっとはまあなんでしょうねうんらワングランプリ俺も考えてたし 泥棒 <laughs> 身近に敵がいた泥棒がいるいや泥棒ではないう堂々と盗作をするやつがいたよ泥棒って久しぶりに聞いた泥棒がいる泥棒泥棒って久しぶりに聞いた,聞いたなんかないわ何々ワやりたいとかええー、<laughs> あるかなちょっと待ってくれ<ん>全力トークの「全」の字も出てない <laughs> 全然出てないそもそも m 1グランプリっていうのが難しかったような気がするいやだってもうお前れあれだからさシャワーがないからさ<何>年末だしいや年末だからだってもうスタッフも忘年会してるんだから <laughs> これしうがか,かといってこんなノベーっとするよあ<れ>レジオではないからね そして、ツイッターネーム、ちかぼうさん、えー、星垣ロスさんからの投稿ですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。星野源さんのオールナイト日本で、えー、A1 グランプリっていうコーナーがありますよ。あ、青柳ぎ声グランプリね。あ、や面白そうです。おや、面白そうこういうこと、東原さん、こういうことを出してほしかったんですよ、僕は。俺も考えてたし。嘘つけよ、お前。泥棒やし本ほんとに。 ツイキャスドロボー泥棒やしもう泥棒っていうな <laughs> ツイキャスのもうチカさんのコメントもうすぐ泥棒したしやし星野源のも泥棒したあぎ<れ>声<れ>なんかエロティックなやつ欲しいねじゃんああいいねいいねうんうんうんいやだから泥棒やしエロティックなもう <laughs> あぎ声そのまんまやったらじゃなくて何、えー、じゃあ T1 とかえっ何チラミグランプリとか 危ないそっちじゃなかったかどっちどっちじゃなびっくりした今何何何何びっくりしたそっちなチラミワングランプリそうそうそうじゃでもラジオでわからないからさああラジオでもわかるあれはイワングランプリアイワングランプリえどういうグランプリイクワングランプリやめろやもうあえぎのマックスのやつうんそれがどんなあれなのか からんちなみにだけどこれどうやらダメかこれは男もありだ男ほどあんなのきたくないだろ男のその瞬間の声なんてほうほうやめれほうほうやめれすごいもうマイクに全部こもってたよマイクいくい別にそれはさ別にこれ別にそのことっては言ってないしまあまあそっか <laughs> 行くぞーでもあーそうだな、うん、あどっかないあステーキ屋さんに行くぞーっていう「いくワングランプリ」だからでもちなみにだけど分か,からんけど今のお前の「はぁはぁはぁはあ行く行く」っていうのは <laughs> のちなみにだけど死に汚い <laughs> お前が行ったら「死にきたないやつ」いや待っていやいやそれは卑怯それは卑怯よや死に気持ち悪いマジでやばい,いやそれは卑怯 俺が言ったらキモいっていう、なんかそうなってるさ、絶対に今のはもう。いや、なってるなってる、じゃあなってるっていうか、もうキモいな。いや、それは卑怯そ,それ、じゃあ、キモいイコール、じゃあ、何もチャンピオンになれるってこと。いや、だめだめだ、それは。い<え>い,い,いい言い方じゃないとだめですから。いい言い方ってう、お前のキモいさ。<laughs> いや、お前のはキモいワングランプリ。<laughs> k ン <1笑>、うん、<laughs> キモいワングランプリ。<laughs> うん じゃあ,じゃあ,じゃあ,じゃあちなみにお前はどこに行く行くって言おうとしたわけいやいやお前えどこのあんな吐息を漏らしながら向かうところってどこへもうえエッチそのまんまド <laughs> ストレート、うん、もう俺はね<え>俺はそうでしたけどじゃあでしょうねじゃない人もいるわけですから。 ないでしょ絶対もう A1 グランプリってもうそれでしょもうそれでしょどうさいくわんグランプリってもうその時の声よそれは絶対えそれ以外でどこをどう競うっていいかがもう分からんしそれまあ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 ,まあそこをだからジャンルはもう統一してもらわないとそれダメよいやまあでもでも俺の I1 グランプリもなんかおすすめですけどね I1、うん、グランプリああ<ー>どうするこれ今 ちょっと、え、か開,開幕することってできるんですかね。<laughs> い,やい,やいや、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 いいや、いや。だって、これ、あのー、投稿してくれる方がいない、<laughs> 成立しないから。<laughs> そ,うかそうか、そうか、ん。確かにな。でも、いいな、星野源さんの喘ぎ声グランプリっていうの、めっちゃ面白そう。じゃ、喘ぎ声ワンね。うん。喘ぎ声ワンぐらい。これ電話するんですかね。あ、どうなんだろう。はい 電話してみる電話で <laughs> 電話でじゃあちょっとじゃあクリスに電話してみようかクリスうんクリスに電話してみるうんクリスに電話して何て言ういもう突撃してからあのーうん、この FM コザの電話番号も皆さん知ってるんですかねうーんこれ電話が無理なんかこっちが、うん、あいけるみたいよあ繋つなげてくるんかえ でですすよよねね自分たちの携帯から普通に発信するってことなるほどじゃあリスナーさんからやるっていうことは無理なのかじゃああでもね我々の携帯前代さんの携帯番号いますじゃなんでかやんでかああそういうことなんすねそうそうそうかけてきてもらうっていうパターンすごい画期的このコーナーやってる人いますこんなリスナーからの電話ああそうなんすか あで今、ツイキャス、4、あのー、5名の方とか見てるじゃないですか。<う>その人が、だから、この電話番号にかけると、<う>我々とちょっとお話ができるっていう。あ、なるほどね。素晴らしい。これ、かく、っていうか、今度からこれ使うおうぜ、ね。めっちゃ面白そうじゃないですか、それ。はいいいですかじゃ,、はい、じゃあ、電話番号言っていいですかなんかコーナーの幅が広がったぞ、おい。なん<う>で言ってくれなかったんだ。<おう> <laughs> すごい、えー。じゃあ、えー、番号います。はい 09030150797はい、もう一度。もう一度繰り返す場合は1を。1> いや、やめろ、やめろ、やめろ。<laughs> いきます。09030150797となっております。もし、えー、この番号にかけてくれたら、我々ピーチキャスするとちょっと、 おしゃべり的なはい感じまあ全力トークのね、うん、ああいままで何か新しいこの、はい、まあだが今は行くワングランプリですか行ワングランプリ、はい、誰が一番行く声ができるかってことそう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 おいいですねじゃあじゃあちょっとじゃあまあ電話が来るかどうかもわからないんで、はい、クリスにはじゃあ一旦かけてみますかえまあそうですねはいはいはい、えー、後輩のアリンクインクリスにかけたいと思います。 いいね、楽しみですよ。うん、<laughs> 撮るかな夜ライブじゃないお<ー> <laughs> さあ、始まりました。急に開幕。アイワングランプリ <laughs> さあ、このグランプリは、行く時の声グランプリが、<laughs> 優秀な方に賞金をあげるという大会です。 さあ見事エントリーいたしましたアリンクリンのクリスさん。はい。行く時の声を出してほしいんですけれども大丈夫でしょうか。はい。行く時の声。行く時の声ですよ。い言っていいですか。いやいいよいいですよいいですよ。何何。言って言っていいですか。いいよいいよ。緊張するそれがぐらいだ。緊張するな。いや全然緊張しないよ。はい。いやじゃはいじゃあお願いします。 いやし終了いや気持ち悪気持ち悪なんか知らんけど戸原さんはいですね <laughs> <laughs> 分かんないですけどもいやなんだこれなんか,かれ俺知らんよ <laughs> 俺はもうこれあれやってるけどいやスタッフが止めてないんだから大丈夫だろこれ 僕らは突き進むパターンです。いや、多分だけど、a 向きのあのスタッフも局長も全員狂ってるから。狂ってる。毎回思うんだよ。ん狂ってるって。これいいですね。面白いですね。はい。なんか女性芸人とかいないんすかね。ああ、大谷歩みに電話してみます。歩みに電話してみますね。えっとね。なんか、ただいま、全力トークのコーナーで、イクワングランプリというのを開催しております。 えー、電話番号が090-3015-0797でございます。えー、こちらの方にお電話いただければ、えー、エントリー可能でございます。はい。えー、我々の、えー、このコーナーに、えー、<laughs> 参加したい方は参加したい方、ぜひとも電話してきてください。はい、お願いいたします。はい、先ほどね、男性部門から、えー、後輩芸人のアリンクリンクリスが<ー>、エントリーしましたけれども。これはもう、行ってましたね。行ってました。うん。飛んでました、飛んでました、本当 <laughs> やめろ、お前は。いいですね。オブラートに包め。そうですね。じゃあ、続いて、俺これはもう、あれですよ、覚悟してますよ。閲覧数ゼロになる覚悟。まあまあまあで、ラジオのチャンネルがもしかしたら帰られるかもしれない。ですけど。だめですよ。お願いします。見てください。そのまま聞いてください。本当にスタッフいいのこれ、局長とか大丈夫なの大丈夫大丈夫ですか。ああ、わかりました。はい、じゃあ、続いては、女性芸人からですね。はい。同期の大谷あゆみ。あら にちょっと電話をかけて取ったらもうすぐまたあのアイワングランプリをあの開幕したいと思いますんでお願いします来たいと思います取るかなこれあの線つないでからはできないんだねできるけど俺がその線がないわけよあなるほどそうそうそうああ電話中かなあれさあやえみさんが取ってそしてツイッターネームヒーローちゃんさんからの投稿ですありがとうございますはいありがとうございますヤホーということでヤホーあ取らないですかね あれどうでしょうか<ー>これは。ああ、お仕事中ですかね。あーっとーまあ、まあまあ、ああ、残念残念ああ。女性部門もちょっと聞きたかったんですけどね。あーあ、でもあれもありますからね。なんですかハイビスカスパーティーの千秋きっていう。ちやきちやき俺、千秋番号あったかなああ、ありますか千秋ちょっと、ああ。 いやー俺、千秋ないないやだから LINE でもあれですよああやってみますうーんないわ LINE でちょっとじゃあ見てみますか l i n e イン。はい LINE <laughs> 東原さんありますいやちょっと今探せないですなるほど、うん、えーうん何ですか何ですかあっあ,ありましたありましたと撮りますかねはいちょっと じゃあ電話かけてみたいいいと思いますはい、これはね、非常に楽しい。LINE 電話感バリバリだな、うん、これも。<laughs> i イワングランプリ開催中でございますからね、はいえー、あ何をして、いイのでもヒーローちゃんさんから何をしているのと、あのーはい、今ですね、うん、全力トークのコーナーで、イクワングランプリというものを開催しておりまして。はい 行くときの声。声グランプリですね。はい。ああ、取らなかったですね。うーん。ああ、千秋取らんかったわ。これをね、ちょっと皆さんで一緒にちょっとやっていこうかなと思ってますけれども。うん。うん。もう女芸人いないですね。はい。あらあらあら、残念。はい。まあいいでしょう。はい。まあこれ面白いんで、はい。なんか。 そしてメールも来てるので読みたいと思います、はいえー、ラジオネーム沖縄コンビーフセンターさんからの、えー、メッセージですありがとうございますありがとうございます予選までの断食はやめた方がいいよ、えー、空気を吸わないは特にやらないでくださいね生命的危機が5分できますので 私は予選まで毎日誰かをトークで笑わせることで、縛りを作れば、トークの能力を上げて好きなものはどんどん食べてモチベーションを上げるのでいいのではと<ー>、ありがとうございます。い,ますいろいろ考えてくれてますね。うん、ちょっとね。 確かにもうね、空気を吸わないとかはもう無理なんで。ぜひぜひはいはいはい。ありがとうございます。ちょっと考えてみますね。あ、沖縄コンビューセンターさん、毎日、毎回メールしてくれてありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしてツイッターネーム、ゆきう村さんからの投稿です。ありがとうございます。新幹線ではハードル高いやつですね。点んわらということで。いや、ちっちゃい子でもいいですよ。あ、そうですね。あ、それか新幹線トイレなかったでしたっけいや、それわかんないですけど、ちっちゃい子だと全然こう。 みたいな。そうそうそう。ということで。そして、ツイッターでもヒーローちゃんさんからのとこでされてます。私はラジオでは過激が強すぎるからな、うふふということで。いやよ、お全然 OK ですよ。OK です、OK です。だって、OK が出てるんですから。はい。ぜひともね。このラジオだけですよ。革命を起こしてやるわ。イクワングランプリ開幕してますから、皆さんの行くときの声を。ぜひともね、電話してきてください。電話番号が090。 30150797でございますはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますもう放送時間も残りわずかとなっておりますからねう、ね、ん,んぜひぜひもうギリギリですよお願いしますいまもうあと5分ないぐらいですから,ですからぜひともかけてきてくださいはいお願いしますそしてツイッターでもヒーローちゃんさんからありがとうございますはい、はい、2>, 2人多分行っちゃうよっていうことで全然かわいませんよ <laughs> い <laughs> いやいやお前、笑うな、気持ち悪い <laughs> 気持ち悪い <laughs> 何このなんか、昔の深夜のテレビ番組を思い出すような感じの <laughs>、<laughs> これ、知りませんもん、あと <laughs> のこと、われわれのせいにしないでくださいよ、うん、そうです、僕、じゃあもう突き進むだけでいやだから、あ取らない、電話、取らなかった、千秋も LINE 電話っあったんで、もしかしたらね、また面白くなると思いますんで、うん、まあ来週、再来週あたりとか、でもちょっとなんかこれ、組み込んでみましょう、もう,あもう終わります いや、僕、待ちますけども、ちょっと、あと一回、ちょっと CM を挟みたいなとあ、なるほど、じゃあ CM じゃ挟みましょう、はい、じゃあ、ちょっと一旦 CM に行きたいと思います。お願いします。はい、さあ、どうですか、ツイキャスご覧の皆さん。ぜひとも、その勇気の電話を。<laughs> あ、すごい。ん 星野源さんのラジオでえー、すごーいいな、はいなんかそういうのって <laughs> でゆき上村さんは新幹線に乗ってるってことなんですねということはいいですよ全然気にしないでくださいうん <laughs>

さあということで、はい、引き続きピーチキャスの狩りお楽しみください、はいお願いします、まあ、残すところ残り時間があと5分となっておりますので、えー、ギリギリです電話かけてきてくださいねそしてツイッターでもムちかぼう星垣ロスさんからの投稿ですありがとうございます、はい、ありがとうございます息声グランプリいいですねちなみに星野源さんの「オールナイトニッポン」では、うん、ガンガン他の曲のラジオが <laughs> 大丈夫、えー、投稿が採用されると番組オリジナル天ガが,がもらえるそうですあら,ーあら すご,いすごい、すごいなんかね、えー、番組オリジナルの LM ・ギノワン特製の天下なんて、いやいや、<laughs> ない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 、ローションでもいいですよ、あいいですね、アボトルを買ってきて、ステッカーを貼るとか、あわから、ステッカーにしますあ,ステ,あステッカーってあるんでだから別にこれ、におわず、だから何がいくとは言ってないですから、あ<ー>だから、いくステッカーでいじゃない 行く、行くステッカー、行、うん、く,いくー、行 <laughs> く,いくーって。ということで、ね、ぜひとも、もしじゃあ、今日電話かけてきてくれた方にはどうしますどうしましょうか、もうステッカー。えー、ステッカー、ステッカー、なんも,もないですけどね、分かりませんよ、もう、どうしましょうか。 えそしてツイッターネームヒーローちゃんさんからの投稿です、うん。はい、え電話テルするからおごってということ電話するからおごってっておごるっていうのがねいやおごるはちょっとわれわれ先月の給料5万ないですよ、うん、そうですよ31日以上働いてっていうか言うなやんてか言うなやんだからあのしっかりとねじゃ電話してきてくれた方、うん、あれしましょうメモっておいて、うん、グッズができた場合 あのー、取りに来てもらうっていう取りに来てもらう<笑><笑>お、送るとか、俺たちが持っていくとかではなくて、取りに来てもらう、それか、この、どうします、何でもいいです送るでもいいですけど、ちょっと待ってください、東原さん、ゲップしました、今、どのタイミングでゲップが出た、今、ちょっと我慢できなくてそう今我慢してるが今、喉の奥から、ゴロゴロゴロ,ロ,ロ,ロってなって。<laughs> あ,あ電話してきてくださいよ、ヒーローちゃんさん、ぜひとも、はい。お願いしますよ、で、何かしらグッズがなんかできたら、もう沖縄か月か、なんかね、僕たち持っていって、まあお配りしますんで。<laughs> はいじゃあということで、はい、びっくりした、今、電話乗ったの、おーい、びっくりした、マジか、おい、マナーモードではないですよね、マナーモードっすか、あれ、なんか今、ブーっていってないですよね。 そしてツイッターにもヒロちゃんさんですね着払いで送られてきてもなということで確かになるほどそれはもう取りに来てもらうかもしくは我々に AOM ギノワに取りに来てもらうというパターンになるかもしれませんはいお願いしますさあじゃあということでわれわれチカ a c するからお知らせがございます12月の31日沖縄花月にて大みそかだよ沖縄芸人ネタ祭りということではい えー、カウントダウンライブもありますからね。ら今年、そう、あ、去年間、めちゃくちゃ盛り上がりましたからね。はいはい。もう人数もパンパンで、すごい楽しいライブありますので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、お願いします。えー、そしてですね、2月の、えー、26日からですね、えー、沖縄か月にて、M1 グランプリ対策ライブ、漫才を愛する男たちというライブを、 え、我々ピーチキャスすると、後輩芸人のカシスオレンジ。はい。二組で M1 対策ライブをやりたいと思います。はい。<し>ガチで M1 を狙うためにやるライブで,らかそですそうです、そうです。そしてですね、はい、えー、ゲスト。はい。 プラスマイナスさんが来ますので。はい、ええー、まあ、うん、プラスマイナスさんとガチバトルということで。そうですよね。<laughs> 本気の勝負ですから。はいはい、勝負ですから。<laughs> はい、勝たないと。勝たないといけませんので、そういうライブしますので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。はい。そしてちょっと、えー、飛ばしてしまいました。えー、1月の9日ですね、えー、成人の日なんですけれども、<laughs> はい、ええー、ピーチキャッスルとシントスケの 合同ライブが、はい。え、夕方の4時から5時の1時間あります。こちらもテールチケット我々持ってますので、ぜひぜひ声かけてください。こっこちらのライブも結構面白くなると思いますので、はい。ぜひ遊びに来てください。はい、お願いします。します。ああ、もう残り時間1分ですよ。あれ、電話が来ないぞ。これはね、もう、電話来てくれた、してくれた方にも、ねもう、漏れなく、前白さんが何かプレゼントしますよ。 はい電話来たこれ不在ってなってるのやっぱそうっすかではないっすか俺さっきじゃないのかなおい嘘つくな <noise> 匿名希望でもいいですよ53分に1回来てるえ、嘘でしょかけ直すこと可能っすかこれできるんすかあそうだからブーっておいおい思っとけよお前は<わ><ゃ>ちょっと電話かけてはいぜひぜひ今、はいまあ、呼び出し中でかけてますけどもはいはいああ、なってるなってる でも、FM イアラのこのラジオにかどうかは分からないですからお名前とそうですねはい、取らない、らなるほど、消してもらいましょうあらら、すみません、あ残念、残念、あ今、ちょっとびっくりしたあ残念でございます、でもなんかこれ、面白いな、面白いシステムだな、これ、他の番組では使ってるんですか使ってるのか なるほど。おお、いいですね。ちょっとガンガンこれはもう素晴らしいですよ。はい。さあ、ということでお時間になりました。はい。今後このコーナー楽しくしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい。お相手はピーチキャスの毎週のショート。ピーチキャスのトーバでした。ありがとうございました。また来週。ありがとうございます。うわもったいないことした。